松山市に今日開設された真面目な愛媛研究所。坊ちゃんスタジアムや権現温泉などでの撮影を終えた元東京ヤクルトスワローズの宮本慎也さんが愛媛の印象などを語りました。やっぱ1年の始まりはそこから始まる。ちょっとリッチな人が多いかなという。この動画撮影は真面目な愛媛研究所の編集長を務めるタレントの友近さんの人脈を生かし、毎月著名人を招いて愛媛の魅力を発信してもらう取り組みです。で、まあ、中にはタイガースファンの人ですね。一回だけ来て、あ、道後温泉良かったなで終わるんじゃなくて、もう一回行って違うとこ行ってみてとかって何回も来れば、もう本当良さがどん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 分かってくる場所だというふうに思います。今日撮影された動画は来月中旬、 YouTube の真面目な愛媛研究所チャンネルで公開されます。